法湯浅敦貴が実戦復帰。体調不良で実戦形式から遠ざかっていた阪神、湯浅敦貴投手24が10日ナローハマでシッド打撃に登板した。最速は146キロで打者5人に対して2安打。感覚的にまだまだな部分が多い。試合に入る前にいろいろ投げてまた試合になったら変わってくると思いますけど、シートで投げられたことが良かった。11日の状態を見て、早ければ12日からのウエスタン、ソフトバンク3連戦、ナローハマで実戦復帰する見込みだ。今日投げてたけどええ感じやね。湯浅とベタンセスに入れたの嬉しい。今日のファームスタメンええやん。ラベルアウト、エンドウインなら理想かね。ストレートが棒玉でしだれてる気がした。いい投手は何人いてもいいからね。さすがに今日の岡留の使い方はないわ。押し出しはダメだけど、ハマチ湯浅復活したら熱々。投手陣大幅入れ替えあるかもな。門列、湯浅、ハルト、ビーズリー、ベタンセス。気持ちの強い選手だから上がってくるやろ。フォーム好きなんだよな。投手早いからバッターよ。ご視聴ありがとうございました。阪神の有益情報や過去スレ比較などを発信していきます。チャンネル登録お願いします。